はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ近未来編、ブリキ大王発信やっていきましょう。これは93式戦車まで投入してんのかよ。今の日本の陸軍どうなってんだ。これジョムジョム弾ってさ、複数いけるよね。あー、こうか。ジョムジョムだ。どうだ。おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。ジョムジョム弾いいな。機関砲、ちなんかミサイルみたいなのってきたな。許さん。別にマジックパワーとかがあるわけじゃないからね。ミサイルの弾数制限もないし。888。どんなもんや。っていうかもう経験値入んないんだったら正直戦闘はどうなんだ。あいつを倒せばいいのかな、それともあいつを無視すべきか。来た、空軍まで投入してきたから陸軍のくせに。ショーデンいいだろう。もう一歩近づこう。俺のジョムジョム弾見せてやる。うわー、さすがに結構ミスるな。70。ここにして、下が届かねえんだ。どうなってるこれ。多分こいつ回避率高そうだな。もう一歩動こう。でジョムジョムしよう。いや届いてない、範囲が分からん。ジョムジョムだ。10発でしょ。いや結構ミスるな。これ一体だしな。なんか複数なのか複数じゃないのかがいまいちわかんねえ。メタル飛んでるからさ、なんかどのマス目にいるのかわかりづらい。決まったな。いやさ、こんなのさ、パイロット確実に死んでんだろう。申し訳ないなこれ。鋼の拳が剣を抜け。こいつはさ、マジで正義ぶってるけど、どうなんだ。でも今の日本軍に正義はない。正義と正義がぶつかればそれは戦いになる、必然のことだ。日本のために準じてくれ。ただなるべく被害は少なくこのまま突っ切る。まああのでかいやつと戦ってみたい気はするけど、グッ戦車はマジで一掃できるから、あと手前から行こう。ほい、壊せ蹴散らせ悪の奇跡。全部で10ヒットかこれ多分。敵が多いとばらけるな。ただ上は倒したから、じゃあもうちょっと下も行こう。ジョブジョブだ。で一発70くらい。もうどんどんジョムジョムしていこう。でこれはだからコヒットどういう配置になるんだろう。3ヒット5ヒット。行くぜジョムジョム。2人だったらなんとか。ジョムジョムだ。2人ずつ倒していこう。3ヒットすればまあまあまあか。バルカン砲全然当たらん。回避率は全然すごくなさそうだけどね。
背中ミサイルに誘爆するぞ。これ壊せ、蹴散らせ、悪の騎士。3ヒットで、まあ、多分2ヒットだとなんか危ないよね。エネルギーは精神力っぽいからなんとかなりそうだ。ガソリンとかじゃないからね。エネルギー切れで自分の精神が切れた時、それがエネルギー切れってかなって5ヒットと3ヒットしかしないの。毎回毎回。まあ最後は使うか、ハロゲンレーザー。ハロゲン尻も残さん。これ街も壊滅してるよな。どんなもんや。おーおーおー、もう全部じゃん。戦う、やってみようか。あれ上にも同じのがいる。ドリュー、こんなもん日本が開発してんだ。当たるか。896。神か悪魔か、この姿。200。メーザー砲を使ってる。やべっつ、こっちより火力が高い。待て待て、余計に動いちゃってるかんな。火炎放射149。これ普通に潰した方がよくないか。大中ヒット4、小ヒットどれがいいんだろうね。あでもウィーク、メタッと鋼の拳が剣を使う。まあ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 、ガチンコバトルだな。ちょ、キックが当たらん。メタルヒット。いやミスった。なるほど、もう一旦かかる。メーザー砲マジ強い。しかも防御力めっちゃダウンしてる。だがこれで終わりだ。4ヒット280。落ちろカトンボ。なんか消え方がすげえ邪悪だな。いや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 、これさ、いやあの家かわいそすぎだろ。最後の通りでドリュー、結局買わないよ。ね、キックを当てたいんだよね。じゃあバベルの結果320。さっきとステータスは違う。まあでもこのままバベルかグラビドンで。あ、パンチとキックで違うんだ。じゃあやっぱ近づく。いやでもさ、全然バベルかグラビドでいい気がするんだけどな。鋼の拳が剣を使う。そうだね、キックで良さそうだな。これやられるとかなりきつい。一歩下に行かないとキック打てないか。行くぜ、まだ。297。これでさらに防御力も下がる。終わりだ。バベルの結果500とか、異常な攻撃力なんだけど。こいつもまたどっかの民家へ落ちていくのか。どんなもんや。一体この町の何人の住人が犠牲になって、同じところに起こってくな。これかわいそうですね。さあ、あとはここだけ。本殿、
が陸軍の精鋭部隊が。いやいや、空軍も使ってただろう。かわいそうに。君にはこの素晴らしさがわからんのか。人間と人間が一つに溶け合い、身も心も分かち合えるのですよ。憎しみも争いもない素晴らしい世界。それを得るためには汚らわしい肉体など捨てねばならんのだ。まあよい、いくら説明してもわからんだろう。陸軍が時間を稼いだおかげで、すでに2000人の液体人間は捧げられた。この池の水、これこそ6万リッターの液体人間なのだ。2000人で6万リッターか。まあ人間の大体は水分っていうからね。なんか可愛い呪文だな。ドレンプちゃん、ケルケル。下で蹴る。今こそこの大インコ像に我らをお救いになるため、おでお様がお降りになるで蹴る。おお、インコか。いや、このインコどうなんだい。巨大すぎる。いやー、下の方にちびっこいやつが見てんな。弱点はないということは、とりあえずちょっと防御力下げてーよな。だいぶ攻撃の通りが違うからな。効くか。よし、下がった。さあそこから耐性、ジョムジョム弾耐性はあるな。もう一回行くか。488。思ったよりやるではないか。液体人間呪縛みたいな。なに、うわー、めちゃくちゃ行くぜ。ステータス以上になった。いや、攻撃力がすげー下がってる。ケルルキック。うわ、動けん。これはもうハルゲンレーザーを使うか。ハルゲンレーザー。いやー、怒ってる。ちょっと攻撃力直したい。反撃5個。うお、これは148。ケルルーショーは超怨念なんだけど。いや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 、待って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 、これどうにもならんか。アイテムとかさすがにないよな。火力での押し切り合いだな。パンチってどうなのよ。だってか当たらんわ。そもそも移動できねえし。移動はできないよね。移動できません。ってことはもうハルゲンレーザーでなんとかするしかない。神か悪魔か、ハルゲンレーザーの出力が落ちている。このステータス以上を何とかしなければ。いや、5個も食らうのか。この位置5個食らうんだな。
167初手で結構与えたから、あ、近づいてきた。メタルヒットはどうだ。鋼の拳が剣をつけ。298。まだまだだよ。キック肉弾戦になった。118。いや火力は俺のが、あ、これいけんな。486。バベルの念には念を入れる。来た。しかしそれが最後のあがきだ。貴様今ので何人もの人間の命を無駄にした。ソアショーのもとに滅せよ。127。火力は弱い。オデオ様が。あ、池の水完全に蒸発してるわ。ねえ誰の声だこれ。ねえったら。こんなとこでサボってないでたい焼き焼いてよ。あや。たい焼き屋さんを引き継いだか。てかこういうさ屋台的なやつって営業許可いるんじゃないの。こいつに営業許可が取れるとは思えん。女の人からはぼったくってたし、いやぼったくってたっていうほどの別に金額じゃないからね。あ、このスーツの人からすげえぼったくれそうだな。というか、たい焼き1万はないだろ。だから免許持ってんのかよ。これ中型かな大型かな。
はい、ということで近未来編が終了しました。ので、あと SF とかあるんだ。幕末とか面白そうだよね。クンフー編、現代編、原始編か。そうだね。原始編とかってなんか言葉がないらしくて結構難しそうな感じがする。クンフー編はね、なんか最後がいいらしいんだけど、どうしようかな、次は。現代編でもやってみようかな。うん、そうですね。じゃあ次はちょっと現代編をやっていこうと思いますので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。